こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では着るとおじさんに見える冬服ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、冬服にもですね、いろんなバリエーションがあるわけなんですが、まあ、その中でもですね、10代、20代であれば着こなせるものもあれば、意外と30代、40代で着ると一気におじさんっぽく見える服というのもあるので、まあ、僕ら世代はですね、結構注意をする必要があるんですね。ただ、動画を見ていただいている方の中には、どういったものを着れば大人の男性には似合うのか、そして致命的に似合わないのか、ここがですね、なかなかわからないという方も少なくないかなと思うんですね。ですので、今回の動画では、具体的に、こういったアイテムを着ると30代後半から40代以降の男性は、なかなか難しいですよというものをですね、皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、クローゼットの中にこういった服がないかどうか、まずはチェックしながらですね、皆さん動画を見ていただければなと思ってます。もちろんですね、NG アイテムをお伝えするだけではなくて、そうじゃなくてこのようなアイテムがいいですよというような OK のアイテムも同時にお伝えしてきますので、今回の動画を参考しながらですね、ぜひクローゼットの整理をしていただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思ってます。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に着るとですね、おじさんに見えやすいアイテムを皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まず早速一つ目なんですけども、こちらはですね、冬の大定番のダウンですね。まあダウンといっても様々なものがあるんですが、特におじさんに見えやすいのは、光沢感のある素材と、そして派手な色のダウンですね。これが失敗しやすいので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思ってます。まあダウンというのもですね、結構出始めてからだいぶ時間が経っていまして、まあ当初ですね、今から10年ぐらい前のダウンっていうのは、結構ですね、表面に光沢感のあるものが多かったんですね。これがですね、結構大人の男性にはなかなか似合わなくて、ただでさえダウンというものがカジュアルなのに、この光沢感があることでさらにカジュアルに見えるので、なかなかですね、大人世代には似合いづらいかなと思うんですね。一方で最近のダウンというのは、今回ですね、プラス J のダウンを持ってきたわけなんですが、見ていただくとわかる通りですね、表面にあまり光沢感がないんですね。傾けてもキラキラしないですよね。こういったマットなものが最近は多くなっているので、まあ結構前に買ったダウンですね。そういったものに光沢感があったとしたら、それはですね、結構古い感じがしてしまうと思いますし、カジュアルに見えすぎて、大人の男性には似合いづらいので、ちょっと注意が必要かなと思うんですね。まあ具体的にですね、どんな感じかというと、このプラス J の内側ですね。これってちょっと光沢感があるの分かりますかね？少し角度をつけるとキラッとするのが分かるかなと思うんですが、以前のダウンって表側にこういった光沢感のあるものを使われているものが多かったんですね。それはユニクロであってもそうですし、いろんな高級なダウンメーカーであっても結構光沢感があるものが多かったんですが、最近はですね、そういうものほとんどなくて、やっぱり表面はですね、マットな感じで上品なものが多くなってるんですね。このようなものの方が圧倒的に似合いやすいので、光沢感があるかないか、このあたりはチェックが必要かなと思ってます。あとは色合いに関しても注意が必要で、派手な色だと結構おじさんっぽく見えるんですね。例えばユニクロのウルトラライトダウン、今季であれば結構赤とかそういった派手なものは最近はないんですけども、イエローだとかオフホワイトだとか、このあたりの色はですね、結構難しいかなと思うんですね。あとですね、グレーもなかなか難しくて、濃いグレーであればシャープでかっこいいんですけども、割と明るめのグレーって結構おじさんっぽく見えやすいので、色使いによってダウンはですね、全然見え方が変わるんですね。大人の男性が着るのであれば、ダウンの色の選択としては、ブラックなのか、ネイビーなのか、ダークグレーなのか。で、オリーブという色に関しては結構難しくて、失敗するとおじさんっぽく見えます。ただ、このプラス J のオリーブに関しては、色が濃くて、まあ、ダークグリーンっぽく見えるので、この色であれば素敵かなと思うんですが、まあ、オリーブというところは色の濃さによって違いますよというところは覚えておいていただければなと思ってます。もうダウンを選ぶのであれば、光沢感がなくて、なおかつ色味は濃いものでシャープに見えるもの。デザイン的にもあまりですね、カビじゃないものを選んだ方が、大人の男性には圧倒的に似合いやすいですし、老けて見えないのでですね、そういったところに注意をしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらのですね、イラストのような MA1 ですね。これは結構ですね、
30代後半から40代の男性にはですね、難しいアイテムかなと思います。着るとおじさんに見えやすいんですね。とは言っても、これを聞きながらですね、トレンドアイテムじゃんというふうにですね、結構突っ込んでる方もいらっしゃるかなと思うんですね。確かに今期のプラス J でも MA1 がありまして、それは結構人気が高かったんですね。確かにトレンドアイテムで着る人が着たらかっこいいんですよ。ただですね、僕自身も試着をしましたが、なかなかですね、僕ら世代にはそこまで似合うアイテムではないんですね。というのも、すべてのアイテムに共通するんですが、ファッションアイテムというのは、綺麗めなのかカジュアルなのか、この2つどちらかに分類されるわけですね。まあ、中には中間的なものもありますが、例えばロング丈のコート、チェスターコートみたいなものは綺麗めのアイテムですね。もうスーツにも合いそうなものというのが綺麗めの一つの定義なんですが、一方でカジュアルなものというのは着丈が短くてシルエットも太いものですね。こういったものはカジュアルなものなんですね。まあ、代表的なところで言えば、やっぱりダウンというのはカジュアルなものですし、あとは今挙げたような MA1 もですね、決してタイトなシルエットではないですし、着丈が短くて横に広がるんですね。そうなるアイテムというのは、あまりスタイルがよく見えないアイテムなんですね。この MA1 というカジュアルなアイテムが似合うのは、10代、20代で身長が高くてスラッとしていて若々しくて、こういった方が MA1 のちょっとこう野暮ったく見えるようなアイテムを着ると意外とマッチしたりするんですね。一方で僕ら世代、30代、40代でスタイルもそこまで良くなくて、お腹が出てきて、なおかつ雰囲気的にもおじさんに近づいている僕ら世代が MA1 を着てしまうと、本格的なミリタリーの昔ながらのおじさんの格好みたいになってしまうので、なかなかこれが難しいんですよ。まあ、僕自身もですね、試着をしてみて、これはギリギリだなと思ったので、今回は買わなかったわけなんですが、まあ、世代によって同じアイテムであっても、正解か不正解かは変わってくるので、まあ、ファッションがそんなに得意ではない大人の男性だったら、MA1 のような着丈が短いものはちょっと難しいかなと思うんですね。まあ、先ほどお伝えしたダウンに関しても、着丈が短いダウンと最近はちょっと長めのものも増えてるんですね。まあ、先日ご紹介したグリーンレベルのオリジナルのダウンなんかは、お尻が隠れるぐらいの長さなんですが、そういった丈が長いダウンの方がより大人の男性には綺麗に見えるので似合いやすいんですね。ですので丈が短くてなおかつボリューミーなアウターですね。ここら辺はなかなか注意が必要かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。他にもどんなアイテムが難しいかというと、Pコートもですね、意外と難しいんですね。まあ、プラス J でもPコートありましたけど、丈はそんなに長くないですよね。そして襟周りに結構ボリュームがあって、ボタンもたくさんついているので、カジュアルに見える。こういったものがなかなか似合いづらいので、コートを選ぶのであれば、ちゃんとロング丈のチェスターコートだとか、ステンカラーコートだとか、こういった正統派な切れ目のコートの方が、大人の男性には似合いやすいので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはグレーのジップアップのパーカーですね。これまたなかなか大人の男性には似合いづらいというか、着てしまうとすごくですね、部屋着っぽく見えて、おじさんっぽく見えてしまうので、注意が必要かなというふうに思ってます。まあ、僕自身ですね、パーカー大好きでいろんなものを持ってるんですね。ただその中でも定番的なグレーのパーカーというのはなるべく選ばないようにしてるんですね。というのも、パーカーというのは本来部屋着的なイメージのあるものなので、その部屋着的なパーカーのど真ん中にあるようなジップ式で、なおかつグレーのやつというのは、これは避けておいた方がいいかなと思うんですね。もしパーカーを着たいのであれば、ジップアップ式のものではなくて、プルオーバータイプ。こっちの方が、いわゆる今っぽいパーカーなので、まずですね、選んでおいて間違いがないかなと思ってます。あと、色ですね。もしグレーを選びたいのであれば、ライトグレーのベーシックなものではなくて、チャコールグレーのような濃い色を選んだ方がいいですね。他には、ブラックですとか、ネイビーですとか、こういった濃い色のパーカー。あとは本当にですね、パキッと明るいようなホワイトだとか、オフホワイトだとか、こういったものを選んだ方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、カジュアルに見えるパーカーは色使いと、あと形ですね。ここに注意が必要だということは、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ同じくこれはですね、スウェットにおいても言えるんですね。スウェットもですね、結構おじさんっぽく見えるアイテムで、まあ NG アイテムとして結構挙げられることが多かったんですが、ここ数年トレンドアイテムになってまして、丸首のニットと同じような分類で結構ですね、いろんなお店に置いてあるんですね。
これまた本当にですね、ジャストサイズのライトグレーのスウェットというと、もう本当に部屋着にしか見えないので、注意が必要かなと思ってます。パーカーと同じように濃い色を選んでみたりだとか、あえてちょっとゆったりめのデザインを選ぶことで、今っぽいシルエットになっているものだとか、こういったものを選んだ方が間違いがないかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これもですね、冬になると着てる男性本当に多いので注意が必要なんですが、チェック柄のフランネルシャツ、通称ネルシャツですね。これまた大人の男性が着ると一気におじさんっぽく見えるので注意が必要なアイテムかなというふうに思ってます。まあシャツというのは結構ですね、綺麗めに見えるので大人の男性が着るのはすごくいいかなと思いますし、僕自身も推奨してるんですが、ただシャツというものは結構ビジネスライクに見えるので、休日に着るとしたらちょっとチェック柄ぐらい入れたくなるという気持ちはよくわかるんですけども、これがですね、なかなか難しいんですね。チェックのフランネルシャツイコールおじさんっぽいアイテムというイメージが多くの方の中にあるので、これはですね、避けておいた方がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、ネルシャツ自体がちょっとこうおじさんっぽく見えるようなイメージもあるかもしれないですが、そんなことはなくて、無地のネルシャツだと結構上品に見えるんですね。ですのでフランネルの上品な紐感のあるシャツだったら、ぜひですね、無地を選んでいただければなというふうに思ってます。結構セレクトショップのオリジナルなんかで、こういったフランネルシャツの無地のものはたくさんあるので、こういったものを着ていただければ、暖かい雰囲気が漂いながら大人っぽく見えるので、すごく似合いやすいかなと思うんですね。まあ今っぽいというところで言えば、無地のフランネルシャツで、襟型バンドカラー、こんなものを揃えてもらうと、すごく似合いやすいかなと思うので、こういったものを使っていただければなと思ってます。どうしても大人の男性がおしゃれをしようと思った時に、ちょっとですね、柄が入ってた方がおしゃれに見えるかなと思う方も少なくないかなと思うんですが、チェック柄はかなり難易度が高いので、そのあたりはですね、注意が必要かなと思ってまして、もし柄物を入れるのであれば、僕も今着てますが、ストライプの柄の方がよりシャープに見えますし、柄の中ではですね、意外と使いやすかったりするので、チェック柄ではなくてストライプ柄を選ぶというところも合わせて理解をしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムスですね。コーデュロイのパンツ、これまたですね、なかなか難しいんですね。本来コーデュロイパンツには罪がなくて、ベーシックで使いやすいアイテムではあるんですね。ですので僕自身も10代20代の頃は古着のコーデュロイのパンツとかよく履いていて好きだったんですね。ただその頃の僕というのはまだ若かったし、肌の質感だとか、あとは雰囲気だとか、すべてにおいて若々しさがあるので、そういった頃に履くコーデュロイのパンツというのは意外と収まりが良かったんですが、まあもともとコーデュロイのパンツ自体が、まあ、うねがあってカジュアル感があるものなので、ちょっとやぼったく見えるものなんですね。そのやぼったく見えるものが僕ら大人世代が履いた時におじさんっぽく見えがちなので、なかなか注意が必要なアイテムかなと思ってます。とは言いつつ、先日のですね、ユニクロライブステーションで、僕のスタイリングの中でもコーデュロイのパンツを使ったんですね。ただその時にも僕自身が履くのではなくて、モデルさんに履いてもらったんですね。その方はまだ20代前半で、身長が高くて痩せ型なので、かえってそういったやぼったいものがぴったりとハマったりするわけですね。ですが僕自身が試着で履いてみたら、なかなか難しかったですね。確かにコーディネート的にはうまくハマってるんだけども、見る人が見たらすごくおじさんっぽく見えるので、これは難しいアイテムだなというふうに感じました。ですのでコーディネートのボトムス、結構ですね、この時期になると履きたいという大人の男性は多いんですが、なかなか難易度が高いということは頭の中に置きながら、それでもあえてそれを選ぶというのも結構おしゃれ上級者の方の中には多いので、そのあたりをちゃんと理解しながらうまく使ってみると、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、着るとおじさんに見える冬服ベスト5ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、どれもですね、結構定番的なアイテムで、ひょっとしたら皆さんのクローゼットの中にもあるんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もですね、今回ご紹介したアイテム、かつては持っていたものなので、本当にですね、年代によって似合うものって変わるんだなというのをですね、改めて実感をしました。10代、20代が着れば素敵に着こなせるものも、意外と僕ら世代が着るとおじさんっぽく見えるというのが、まさに今回ご紹介したものの共通点かなというふうに思ってます。どれもですね、綺麗めなのかカジュアルなのか、この2つの軸で言ったら、カジュアル寄りのものが多いんですね。まあ、僕ら世代はどちらかというと、カジュアルすぎるものよりも、少し綺麗めに振ったものの方が似合いやすい。このあたりも頭の片隅に置いておくといいかなと思ってます。例えばアウターだったらロング丈のチェスターコートとかステンカラーコート、このあたりが似合いやすいですし、ダウンだったら色は濃くてちょっと着丈が長い方が似合いやすいです。
あとはパーカーとニットであったら、まあもちろんですね、ニットの方が大人世代には似合いやすいんですね。フードがあるとやっぱりカジュアルに見えるので、綺麗めなニットの方がいいかなと思いますし、パーカーを選ぶのであれば無地で濃いものの方がバランスがいいかなと思ってます。あとはボトムスですね。これも選ぶときにはよくやりがちなのは、色落ちした緩いサイズのデニムとかね、あとはコーデュロイパンツ、このあたり履く方がすごく多いんですが、こういったカジュアルなものよりも少し綺麗めに見えるようなダークグレーだとかブラックのスラッツ系、こういったものを合わせた方が大人の男性にははるかに似合いやすいので、このあたりをですね、意識しながらぜひ冬の着こなしを楽しんでいただければなと思ってます。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。